エイドリアンベルトレ・ペレスは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。愛称は、エルコハ。ドミニカ共和国人選手では、史上2番目にアンダが多く、2017年にドミニカ共和国出身の選手としては、初の通算3000本アンダを達成した。1994年にロサンゼルスドジャースと契約。 1996年に渡米すると、マイナーリーグで攻守に渡り、活躍を見せた。1998年に、ボビー・ボニーヤの故障により AA 級からメジャーへ、昇格し、6月24日に19歳で、メジャーデビューを果たす。トミー・ラソーダ GM 大根が無理に昇格させたため、まだ早すぎるという声もあった。メジャー1年目の成績は77試合の出場で、打率。 215.7本類が22打点だった。シーズン終了後に、ドミニカ共和国のウィンターリーグである、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナに参加し、MVP になる活躍を見せ、スプリングトレーニングでは打率。453を記録し、1999年は開幕からドジャースの3類を定位置として確保することになる。 152試合に出場し、打率、275.15本類が、67打点に、終わった。シーズン終了後には1978年生まれでは、なく、実際は1979年生まれのため、契約解禁年齢の16歳を前に契約した、ことが発覚。2000年は打率、290.20本類が、85打点と、 昨年を上回る成績を残した。2001年は怪我に見舞われたこともあり、打率265.13本類打、60打点に終わる。2002年は打率257.21本類打、75打点の成績だった。2003年は打率240.23本類打、80打点の成績を残した。 2004年4月6日のサンディエゴパドレス戦、アントニオ・スーナから本塁打を放ち、史上36人目の25歳以下での105本塁打を達成し、年間で7度の複数本塁打、3本の満塁本塁打、インターリーグ1位体の7本塁打、8月だけで13、本塁打を打ち月間 MVP に選出され、打率、334.48本塁打、121、 打点の活躍でドジャースの地区優勝に貢献した。ベルトレが記録した48本塁打は3塁手としては1980年のマイク・シュミットに並ぶメジャー対記録であった。MVP 投票ではバリー・ボンズに次ぐ2位であった。オフに FA となった。シアトル・マリナーズ時代2004年12月17日に5年契約総額6400万ドルで、 シアトル・マリナーズへ移籍。デビュー以来、背番号はずっと29であったが、マリナーズ1年目だけは、ブレッド・ブーンがその番号をつけていたため、この年だけ、背番号5をつけた。2005年は156試合で打率。255.19本塁打に止まり、チームも2年連続の再位に終わった。2006年開幕前の3月に開催された第一回。 ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。同大会では三塁集のベストナインに選出された。シーズンでは開幕時点では5番であったが、開幕から15試合連続で打点が24試合連続で本塁打を記録できずに打撃不振に陥る。同じくリッチーセクソンも打撃不振に陥っていたため、三番六番と渡り歩き、 最終的に2番に落ち着いた。オールスター後の68試合で18本塁打、54打点と完全復調。結局、シーズントータルでは3年連続の156試合に出場し、打率268.25本塁打、89打点と前年を上回る成績をマーク。総塁面でもドジャース在籍時の2001年以来、 5年ぶりの2桁、投類となる11投類をマーク。この年、1試合だけ、メジャー昇格後初めて二塁手としてプレーしているが、打球処理はしていない。2007年は5月に痛めた左手親指の人体が切れたまま出場を続けた。5月28日のロサンゼルス・エンゼルス戦、ヘクター・カラスコから通算205本塁打を達成した。オフに、初のゴールドグラブ賞を受賞。 打撃面では、自己最多の41二塁打を記録し、打率276.26本塁打、99打点は、マリナーズ遺跡後最高となった。2008年も痛みを抱えたまま出場を続け、9月1日には、サイクル安打を記録し、球団史上初めて1試合後安打、5得点を達成。九月十四日の出場を最後にシーズンを終え、痛みを抱えて、 キャンプを迎えるのはナンセンスという声を聞き入れ、手術をすることになった。2009年はメジャーデビューを果たした1998年以来11年ぶりに規定打席到達を逃すなど、レギュラー定着後では自己最低のシーズンとなった。120安打、50打点、20四球を超えなかったのは、いずれも1998年以来のことであり、本塁打も8本に止まった。 オフに FA となった。ボストンレッドソックス時代2009年オフにボストンレッドソックスと900万ドルの1年契約を結んだ。契約が1年だったのは代理人のスコット・ボラスがマリナーズ最終年に残した成績が低レベルだったので1年間どこかでプレーしてレベルの高い成績を残し改めて FA 市場で大型契約をゲットしようという目論みがあったからである。 2010年は打率321.28本塁打102打点というものだった。特に打率はリーグ4位の成績でその他の部門でも2塁打49本をープス919と多くの部門でリーグ上位に位置した。2011年1月5日にテキサスレンジャーズと5年8000万ドルという大型契約を結ぶことができた。シーズンでは開幕戦に 4番、三塁手で、先発出場。オールスターに選出され、6番、三塁手で、スタメン出場した。9月11日のオークランドアスレチックス戦、ジョシュアウトマンから通算305本塁打を達成した。9月には、月間 MVP に選ばれた。オフに、3年振りとなる、ゴールドグラブ賞とこの年から創設された、プラチナゴールドグラブを受賞した。 打撃面でも調子を維持し、7シーズンぶりとなる30本塁打以上を放った。2012年も引き続きサードのレギュラーとして出場。8月22日、1試合3本塁打を打ち、史上5人目となる、レギュラーシーズン、ポストシーズンの両方での1試合3本塁打を達成した。24日には、2回目のサイクルアンダーを記録。2008年に達成した、 サイクルアンダと同じ球場で、前回はビジター、今回はホームの選手として達成した。同一球場においてホーム及びビジターの選手として、それぞれサイクルアンダを記録したのは、今回のベルトレがメジャーリーグ史上初であった。この2試合を含んだ8月20日から26日に、かけて7試合で30打数13アンダ、4本塁打、9打点などの活躍により、 プレイヤー・オブ・ザ・ウィークを受賞した。オフに2年連続となるゴールドグラブ賞とプラチナゴールドグラブを受賞した。バッティング面では打率321を記録し、ホームランと打点はそれぞれ2年連続で30本塁が100打点のラインをクリアして大砲としてチームを牽引した。MVP 投票ではミゲル・カブレラ、マイク・トラウトに次ぐ3位であった。 2013年、戦線離脱することなく、自己ベストの161試合に出場し、打率、315.30本塁打、92打点という、好成績をマーク。打率は2年連続、300以上、本塁打は3年連続30本以上、打点は4年連続90打点以上となった。199安打はア、アリーグ1位だった。2014年5月7日、 レンジャーズ移籍後105本塁打を放ち、史上5人目となる3球団それぞれでの100本塁打を達成した。9月18日、通算2591本目のヒットを打ち、ブラディミール・ゲレーロを抜いて、ドミニカ共和国出身の選手としての通算最多安打記録を更新した。この年は148試合に出場し、打率324を記録したが、19本塁打。 77打点に終わった。2015年は開幕直後から不審で、4月末まで打率1割台だった。5月15日の対クリーブランドインディアンス戦では、ブルース・チェンから通算405本塁打を達成したが、5月31日の試合で走塁の際に、左手親指を負傷し、劣傷と念座と診断され故障者リストに入った。その後は復調し、 8月3日に史上4人目となる3度目のサイクルアンダを達成し、9月以降は32試合で打率。344.5本塁打、38打点とチームを牽引し、特に最終週については打率。448、2本塁打、13打点でプレイヤー・オブ・ザ・ウィークを受賞し、チームの地区優勝に貢献した。最終的には143試合に出場して、 規定打席に達した。打率287.18本塁打83打点という成績を記録した。トロントブルージェイズとのディビジョンシリーズでは怪我を抱えながらも3試合に出場して打率444と奮闘したがチームは敗退した。シーズンオフ MVP 投票では7位にランクインした。 2016年4月15日に2年3600万ドルで契約を延長した。シーズンではここ数年加工気味だった、長打力が蘇り、自身3度目の3割30本100打点をクリア。この年は通算1500打点を達成した。2017年開幕前の2月8日に第4回、WBC のドミニカ共和国代表に選出され、 3大会ぶり2度目の選出を果たした。シーズンは怪我の影響で開幕を故障者リストで迎えた。5月29日にシーズン初出場。7月7日のエンゼルス戦でリッキー・ノラスコから通算5000塁打を達成した。7月30日のオリオールズ戦でウェード・マイリーからレフトへの2塁打を記録し、史上31人目の通算3000本安打を達成した。 11月17日にパソナリティ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。その後通算アンダーを3166本まで伸ばし、2018年シーズン終了後の11月20日、現役引退を表明した。2019年1月26日、最後に所属したレンジャーズは、ベルトレの在籍時の背番号29を、球団史上5人目となる永久欠番に指定することを発表。 6月に結番表彰式が行われる。2004年だけ成績が伸びたことについて、ステロイド剤の助けを借りたものではないかという疑惑も浮上した。ベルトレ本人は、同年にはすでに薬物使用を取り締まる動きが加速していたと主張し、マリナーズの監督であるマイク・ハーグローブも、ベルトレの薬物使用疑惑は否定した。打席でハーフスイングをしたとき、ストライクになるかどうかを、 自ら一塁先進を指差しして確認を求める風変わりな癖を持つ。敵チームの保守や球審よりも早く先進を指差すことも珍しくない。この癖について本人は相手保守への先制パンチなのさ。自分から積極的にチェックを求めれば審判が釣られて有利な判定をしてくれるはずなんだと語っている。ポジションは主に三塁手だが7試合だけ。 遊撃手としての出場経験があるほか、マイナーリーグでは二類種、外野種としても出場した。かつては三類種としての評価は低かったが、経験を積むにつれ守備が上達した。2007年、2008年と2年連続でゴールドグラブ賞を獲得。2007年のベースボールアメリカ史によるアリーグ選手部門別ランキングでは、守備の上手い三類種で2位。 肩の強い内野手では1位の評価を受けた。一見するとコア表だが、気さくで面倒見がいい性格なので人望がある。チームメイトのエルビス・アンドラスと見せる怒りのパフォーマンスが人気。もちろん、本気で怒っているのではなく、ファンに見せるエンターテインメントである。ベルトレは頭を触られることを嫌うため、それを逆手に取ったアンドラスが、ベルトレの頭を触り、ベルトレが怒るようにして、 アンドラスを追跡するというのが恒例である。ありがとうございます。